こんばんは。皆さん元気でしたか？おー、それはよかった、それはよかった。健康にはね、気をつけた方がいいですから。今日はね、久しぶりのインスタライブということで、声入ってますよね。大丈夫？ということで、やばい、久々だからどうしよう、何にも喋れない違うんです。今日はグッズのね、説明をしようと思ったです。そう、今回はとってもちょっとあのね、皆さんにちょっと一つ言いたいことじゃなくて、ちょっと言い訳があるんですけど、あのね、すっごい今日サイン書いたんです。皆さん本当に今日セカンド写真集の K ショップで購入すると特典でついてくるサインがあったんですけど、それをただひたすらずらーっと書いてたんですね。そしたら声がなんか声がなんかちょっといつも違うかもしれないんですけど、ちょっとあの本に向き合いすぎて、ちょっと声があんまりなんかいつもより低いかもしれないけど、低いし、なんかちょっと人にずっとね、こう喋りかけてるのも久々なんですよ、私。だから喋るのは下手になってるかもしれないんですけど、ご了承いただいて。ということでですね、早速ね、どうしよう全然喋れない。全然撮影もね、順調に進んで、ドラマでやって撮影は、はい、なんですけど、もうそれもコミュニケーション能力がないっていう役だったんで、なんかねほらもう喋れなくなっちゃうからさ、みんなたくさんコメントしてくださーい、とは言いつつもとは言いつつも、今日はいろんなね、グッズを今回もたくさん作ったので、それの説明をしていきたいと思います。まずはですね、おっと、この耳につけているのはなんだろうな。そう、これはグッズです。私がこれいつぐらいでしたよ、夏くらいからもうずっと打ち合わせして、ようやく完成したやつなんですけど、これはね、これが1個目、このバラの感じになってて、2個目がこのシルバーとゴールドのチェーンがこう2連になってて、重ね付けしても可愛いし、1個でも可愛いし、まあ、私は2個がおすすめですね。2個つける前提で作ったので、ただもうこれを片耳、こっちを片耳にしても可愛いし、両方つけても可愛いし、もうはい、いいとこ取りしたイヤーカフを作りました。イヤーカフなんで1回はめたらね、そんなに耳の負担にもならないので、今日は本当にいろんな人がコメントしてくれて嬉しいです。男子がつけても似合うと思います。基本男女どっちもつけれるくらいのサイズ感にして作ったので、本当にどちらも似合うと思います。メンズもね、全然違和感なくっていうか、その試しにつけてもらったことがあるんですけど、その時も確認して大丈夫だなってなりました。なのでメンズも全然いきます。あと、そう、いや、間違えた、アクスタ、今回4種類
ご用意させていただきました。まずこのとてつもない S、 体で S を表現しているかのような S、 そしてこちらベトナムの民族衣装を着させていただきました。そしてこちらの青いワンピーチ and これはどうやってやったら撮れるんだろう。こうやってやってこうやってできまーす。難しい。え、こうか、こうこうできるの。私がね、頑張ってこうポーズして切り抜いてくれて、それもね、みんなでポーズ撮れるので、よかったらやってみてください。さあみんな、どれがお気に入りかしら。いっぱいある。そう、いっぱい作ったんです。アクスターね、嬉しいって言ってくれる方多かったんで、アクスターたくさん作りました。あと、そう、私がめちゃくちゃ頑張って作ったこのね、ステッカー、これね、今こう文字が反転してると思うんであれなんですけど、直筆のやつをプリントアウトしたやつなんですけど、ちゃんとスマホに入る大きさで、でなんか謎になんかこのカバとラクダ頑張って書いたんだよ。こっちはコアラ、ライオンは一番多分うまく書けたと思います。ライオン、サイ、ウサギ、これはねちょっと難しいかもしれないんですけど、見てください、サイとカバの違いちゃんと調べて書いたんです。私、サイは頭の上に角があって、カバは下の歯がめちゃくちゃ立派っていう、ほら一見同じに見えて違うんです。頑張って書いたんですよ。あとはもうこの自分の顔と歩くと天気、私はよく晴れ女だと言われるので、まあこれ雨降ってるけど、これと、あと私はよく四つ葉のクローバー見つけるので、四つ葉のクローバーと、あとはもう推し活の、私の推しは桜田ひよりですと、ひよりしか勝たん、これはみんな絶対欲しいんではないか。今日もよく頑張った。これはね、ぜひとも、ランダムで入ってるんですもんね。ランダムだから、ぜひとも揃えてほしいなって思います。あと、これもありますね。ステッカーのところに。ぴょーん。これも、多分スマホに入る、こうやって入れれる大きさなので、まあ正直自分のその顔をグッズにするっていうのはなんかすごく恥ずかしいんですけど、きっと皆さんだったら、喜んでくれるかなと思って、こういう風にさせていただきました。上手って言ってくれてる、嬉しい、ありがとうございます。みんなからすごい批評だったんですけど、すごく頑張って書いたので、今すごい目の前で笑われてるんですけど、気にしないです。私はすごくうまく書けたと思います。あとそう、皆さんが気になってた香水あると思うんですけど、これもすっごい悩みまして、なんかこう何回もこう作ってくださる方のもとに、こうしてほしいですって言ってこうやったんですけど、結局一番最初に来たやつに戻るっていう謎の働かせ方をしてしまったんですけど、これがねとってもいい香りだったんですけど、皆さんにやっぱ伝わりづらいなと思って、今から私が
つけてその感想を言います。なのでそれで皆さん判断してください。あ、ちなみにちなみに香水のボトルはこれです。かわいいでしょ。これに入ってきます。そう、これのデザインっていうかこのパーツの組み合わせも自分で選んで、これこのこれも大きさちゃんと頑張ってやったんですよ。そう、香水マジ欲しいって書いてある。そう、本当にすごく頑張ったんです。仕事場の方にも聞きました。しかも男性でも女性でもつけれる香りにしたくて、どちらの意見も聞かせていただきました。もう超辛口なコメントはなかったですけど、もう来てくれる前提でこう聞きました。もう本当にいろんな方に褒められるくらいすっごくいい香りだったんです。なので今から私がつけて言うので皆さん感じてみてください。いきます。うわ、まずこのファーストインプレッションうん、いい香りだ。じゃあこれつけさせていただきます。最近はね、手の甲につけるといいって聞いたです。あ、うわ、もう頭おかしくなるくらいいい香りだすごい、どうしよう、うわいい香り、すっごくいい香りです。これは高級なハンドソープの香りだ。うん、なんて言うんだろう、なんかへー難しい。これね、説明するのも難しいくらいいい香りなんですよ。なんかあえて言うのであれば高級なハンドソープ。いや、それさっきも言ったよね。空回りデーだ。滑ったのかもしれない。本当にいい香りなんですよ。そう、本当にいい香りなんですよ。もうこれお世辞じゃなくて自分で作ったから分かるんですけど、本当にめっちゃずっとこうやって人と喋っててもずっとこうやってかけるめっちゃ失礼だけど、いや本当にめっちゃいい香りなんですよ。なんて言うんですかこれ、なんて言えばいいんだろう。でもなんだかその男性がつけててももう申し分ない、なんて言うんですか、男性がつけてると家綺麗そうって思うちょっと難しいのよ、難しいの説明が。でも男性がつけてるとマジで家綺麗そう。これはうわ、絶対この方の家はいい、めっちゃ綺麗だって。家具も絶対統一感あって清潔感もあって、お洋服に絶対アイロンかけるタイプだっていう感じの香りです。そうで、女性がつけてると、そうですね、なんかインドアでもありアウトドアでもある、そんなミステリアスさを放っている10代から30代仕事ができる、かっこよくもあり品があり花がある、そんな女性マジでそうなんです。本当にこれお世辞なしで、何してんのって違うの、香水の説明してるんです。こっちはもう一生懸命皆さんがわからないから、こう嗅いだことないからずっと言ってるけど、どんなシチュエーションにおすすめ。うわ、これねすごい難しいです。でも全然オフィスでも使える、その仕事場でも影響しないし、おデートとかおデートにも最適だし、友達と遊びに行くのも
最適だし、水族館とか動物園とか、なんかもういろんなとここれをかけていろんな思い出を作ってほしい。高校生もバッチリ、これマジで高校生はもう最高これつけてたら最高。これ同級生の子がつけてたら、男性も女性もつけてたら、私鍵に行く嫌だ、そんなの嫌だけど、でも鍵に行くくらい最強の、そう最強の香水ってことです。そう、寝る前につけても心地いい、本当にいい睡眠に誘われる、本当にいい香りです。もうね、本当に皆さんの元へ届いてほしい。つけたら絶対モテます、これ 100% モテます、嘘じゃないです、本当に嘘じゃない。中学生はまあでもそんなに、なんていうんですか、一番最初のきつい香水って感じじゃないから、初めの香水でもすごくつけやすいかなって思います。もうほんと甘い系と爽やかの間なんですよね。なもう本当にね、なんて言えばいいのかわからないんです。でも届いたら感想を聞かせてほしいです。もしかしたらね、その私本当に香水とか香り系が好きだから、そのこれ以外にも全然作りたい香りとかたくさんあったんですよ。でもとりあえず今回はこれでって感じだったんで、本当いろんなご意見ご感想をぜひともこちらへって感じなんですけど、伝わるかな、伝わってるかな。そのお値段とかはあのホームページ見てください。あとはですね、そのこちらトートバッグ、トートバッグ2、これは M サイズ、これが S サイズです。これはね、本当のことを言いますと、私が現場で伝え方だった。うわ、大事なとこで噛んだ、もうやだ、立ち直れない、あ分かるでしょこの顔の赤さで、もうね空回りっちゃってるの今日、本当にごめんね。でも絶対に切り抜かれるって分かってるの、私こういうの切り抜かれるって分かってるから。もうね、前回も前々回もそうでした。私いた、その私が変なことをしてるところを全て切り抜かれて、乗せましたね。いいです、もう変な子だと思われてもいい、みんなが作ってくれたものを全部見てる私だから、いいよ、もうこうやって今日は空回りデーでしたってちゃんと文字にあの追加してね。ひよりちゃんはこの日すごく空回りデーだったそうですってちゃんとつけてくださいね、勘違いされないように。そのすべて今日のことすべて、いいのいいんかいって感じだけど、いいです、それはもうね、作ってくれたしすごく嬉しいし、切り抜いてくれるのもすごくありがたい。ただ今日は空回りデーですってちゃんとつけてくれたらいいです。あ、私ちゃんと見てますよ、そのそういう動画、うん、全部見てる。で、話は戻るんですけど、これは本当に私が現場で使いたかったんです。台本も入るし、飲み物もちょっとした小物も入れれるから、作りたいだったらみんなにも届けようよなって、まあ、このサイズは、まあ、正直 A4 がこう出る感じなんですよね。だからしっかり入れたいなっていうしっかり重視の方にはこちらグレー、これは本当にちゃんとっていうか、うん、入るね、たくさん入る。なので、まあ、私はもうこれは二刀流するって決めてるんですけど、まあ、ちょっとしたね、そのお昼の休憩時間にとか食べに行くとかの時にこれ使ってもいいですし、まあ、犬の散歩とか動物の散歩とかでもいいですし、こういうのも全然そのいろんなね、結構大容量なんで、栄養もねすっぽり入りました。
だから本当に最適だと思います。色はこれがくすみブルーで、これがね、本当はねじゃなくて、こう見ると白なんですけど若干薄いグレーになってます。でこっちがグレーで、こっちがくすみブルー。そう、学校とか全然すごい合うと思います。そうで、皆さんが一番気になってるだろう、この UTKT、 これ何、説明もないまま私も載せました。皆さん、これは歌方っていう言葉の頭文字をそれぞれ取って UTKT って書いて、歌方って読むんですけど、まあ意味は調べてください。投げやり、もう意味は調べて、すっごくいい言葉だから。そう、あと説明しなきゃいけないのは、そうだ、これだよね、一番は。これも頑張って作ったよ。パカーン。これね、前回とロゴをちょっと変えたんです。これは反転しちゃってるんですけど、ここが蝶々で、ここがバラのイメージですね。そう、前回のグッズを持ってくださる方は分かると思うんですけど、蝶々とバラを融合させちゃったよってやつです。かわいいでしょ。ネイビーのパーカーです。 MLXL。 よし。で、ここは私が描いたハートのがまんま刺繍とされてて、ちょっと一旦着てくるので待ってて。じゃーん。写真撮るときとかにね、可愛いと思う。私こうさりげなくこうフードをかぶったら見えるようにしてるんで、男性でも全然問題ないです。裏起毛じゃないんですけど、生地はすごくしっかりしてて、フードも綺麗でしょね。待って、めっちゃ欲しい。わかる、私も欲しいと思って作った。いいでしょ。私が着てるのは M サイズです。でだから、身長158センチ、M で、こう手を下にやるとこう、これくらい。なんで女性の方は、まあ、そうですね、 ML でも可愛く着れると思います。そう、紺色です。XL もだいぶ多分でかいと思うので、男性でも肩幅大きいよ、どうしよう俺っていう人でも着れると思います。丈感はね、分かるかな、お尻が隠れるくらいだから、ミニスカートとかそういう短い丈のやつ履いてもちょっとこう下が見えて可愛いと思うし、もうちょい大きいサイズにして本当にブカブカに着るのも可愛いし、なんでもね、チャックね、締める。これもチャックも2つになってて、あ、壊しそう。どうどうどう、
くないか。だから下をちょっとわかるかな、こう下をねちょっとこうやって開けて切るのも可愛いです。後ろこんな感じ。ええ可愛い、ほら見て見て、ハート見える。え可愛い、これいいですね。可愛いんじゃないか。これね制服とかに合わせても絶対に可愛いと思う。絶対に。そう、締めたらあり、締めたらあり、本当に締めたらあり。いた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 。そうそうそう。いい感じじゃない？いいでしょ。本当に可愛い、作ってよかった。これなんかもう売り切れごめんですからね。再販とかしない、する予定はないです。今までのグッズもそうですもんね。今までのグッズももう売り切れたら終わりなので、本当に皆さんもうちょっと待ってみようかなとか思ってたらいつの間にかなくなっちゃうよっていう。全部そうです。香水も再販とかする予定ないんで、アクスタもだから後悔しない選択で。そうですそうです。うわマジかって感じだよね。わかるわかる。うわマジかって感じだけど、だって来年作るかどうかも分かんないです。今年はチャック付きのパーカーだったけど、去年はチャック付きじゃないパーカー作ったし、もうパーカー作るのパーカーじゃないやつ来年かもしれないし、なんならパーカーとかそういうのもないかもしれないし、なんか分かんないんですけど、これがゲットできるのはきっと早めにサイトに行かないと、そんなにチャンスはね、ずっとは降りてきてくれないよっていう感じだよね。私は158センチです。至って平均的。ポケットついてます。あと見てどれか。めっちゃナチュラルに出したけど、どれか。こうやって裏っこになってる。めっちゃ急だったでしょ今。パーカーの話してたのにめっちゃ急にどれかの話するじゃんって思ったでしょ。忘れてたと思って。ほら、いろんなナチュラルやって、実はこれシークレットもあるんです。でもシークレットは今見せれないんです、シークレットだから。でもね、シークレットはこれとはまたちょっと雰囲気が違って、んーらららがあるんですよ。だから皆さん当ててくださいね。そう、スマホに挟みたい。ほんとスマホに全部小物系というか、そういうカードとかステッカーとかはスマホに入る大きさにしようかなと思って、そうしてます。まあ、ちょっとだけ皆さんの質問に答えようかな。ちょっと小休憩ね。ここまでちょっとジェットコースター並みに早かったから。まあまあ、ゆっくりしようや。なんか、聞きたいこととか、ありますか？何でもいいですよ。ちょっとみんなが、質問してる間にお水飲んでくひょっちゃんの香水つけてたら好きな人に振り向いてもらえるかな。いやもう振り向くどころか360度回っちゃうよ。
お分かりいただけただろうか。今不思議なことが起こったね。怖かったね。誰だろうね、そんなこと言ったの。怖かった。ねえやめて、元通りやんとかやめて。ちょっとちょっと。ナイスツッコミ。ナイスツッコミよ、それ。いいじゃんいいじゃん。ちょっとノリに乗ってきたかも。いよいよ。いや本当に普段こんなにずっと喋ってることないんですよ私。本当にずおとなしいというか、その人の話を聞いてる方が好きなんですけど、そのね、こうやってライブを見てくださるってことは喋らなきゃいけない、こう自分をね見せなきゃいけないっていうので、その黙ってるインスタライブなんて楽しくないなと思って、そのうってちょちょちょってやってるから、頑張れ、ありがとう、すごく頑張れ頑張れって感じだよね。そう、今日ファンの方がいただいたファンレターも読んで、なんかすごい元気出ました。みんなが一生懸命まず渡すために切符を買って、思ってたことと口から出た言葉が違かった。そのコメントで、大丈夫大丈夫、その一番自分が恥ずかしかったから、もう本当にやだ。切って切ってをね、話戻る。お手紙のレターセットを買って切手を買いに行って、切手を貼って、こう間違えないようにこう手紙に書いて、届け届けっていう思いで書いてくれてるっていう全てを想像して、すごくなんか嬉しくなりました。嬉しくなったっていう話をしたかったのに、なんかよくわかんない感じになっちゃって、ごめんなさい。もう焦ったよ。いいのよいいのよ、別に。ああ面白かったね。優しい、みんな大丈夫だよ、最高です、優しい。そう、来月はファンイベントもあるので、皆さんに会えるのをすごく楽しみにしています。写真集のイベントもあります。なので2回とも会えます。今年はね、何しようかすごく悩んでるんですけど、絶対に楽しませます。もう私35分もやってるんだ。もうそろそろあと5分くらいかな。グッズはね、本当に、あ、そうそうそう、すごく話戻るんですけど、イヤカフは1個買うとこれ、2個買うとこの箱がつきます。これね、急いで今ね置いてあって目にして言いたくなっちゃったです。で、箱違うに、この
これがつきます。うん、ね、アクスタ本当に揃えてほしいです。どれも全ておすすめ。イヤカフはね本当に頑張って作ったんです。本当に頑張って作ったからこそ皆さんのところに早くお届けしたい。可愛いんですよ。でこれ写真集でもつけてるんで、よかったら探してみてください。まあ今回のグッズは全部自分が使うって考えて作ったので、要は皆さんとお揃いになるってことですね。そう、うん、早く皆さんも元に届いてほしいです。うんうんうん、そう、私とおソロになる。あの香水の説明は多分誰もわからなかったかもしれないんですけど、本当にすごくいい香りです。ということで、ここら辺でおいとましようかしら。今日はね、ちょっと調子悪かったかも。ちょっと今日皆さんを楽しませれた自信がないかも。だからまたちょっとチャンスがあったら、ごめんね、一生懸命楽しませたかったんだけど、もう切符が頭から離れない。あー楽しかった。どっちだよ、どっちだよ。ありがとうみんな。私も楽しかったです。ということで皆さんまたお会いしましょう。ありがとうございました。グー、ありがとう。そうだよ、皆さんおやすみなさい。ありがとね。私全部説明したよね、全部説明しましたよね。取りこぼしなし。OK。 じゃあまたわからないことがあったら言ってください。多分今日わからないことだらけだったと思うけど、届いたら絶対にわかる、絶対にわかります。だから届くの楽しみにしててください。あと本当に皆さんたくさんね、あの写真集の注文ありがとうございます。あの皆さんの名前を念を込めて書いてたんで、届くのお楽しみにしててください。ということで以上、桜田ひよりでした。ありがとうございました。じゃあまたみんな元気に体調に気をつけて日々を過ごしてください。じゃあ会える方は写真集のイベント、そしてファンイベントでお会いしましょう。ではじゃあね、バイバイ。